この講義では、特異値分解の入門的な基礎事項から画像処理への応用までについて解説したいと思います。特異値分解、あるいは特異値標準化というのは、一般的な行列に対する対角化定理の一つです。そしてこの分解定理は非常に応用に富む重要なもので、例えば最小次上階、各種一般逆行列の特徴付け、多変量解析、例えば主成分分析、それから統計学、画像処理といったさまざまな分野に応用を持っております。ここではその特異値分解、特異値標準化の基礎的な話をしまして、その後いろいろな応用があるのですけれども、この講義では特に画像処理への応用を紹介したいと思います。特異値分解というのは、線形代数の基礎コースで学ぶエルミート行列、あるいは正規行列の対角化をより一般の行列に対して拡張して議論したものと捉えることができます。ここではまず後の議論に必要な範囲で線形代数の用語とこの対角化を簡単に復習しておきたいと思います。m×n 行列 A に対して A スターによって A を転置して各成分の複素共約を取ったものとします。これを A の共約行列と呼びます。今 A を n×n 行列とします。この時 A がエルミート行列であるというのは A イコール A スターとなることです。それから A が正規行列というのは A スター、つまり A と A スターの行列の積ですが、A スターイコール A スター A となることです。明らかにエルミート行列ならば正規行列になっています。この講義では後でしばしばユニタリー行列も使いますので、それも定義しておきます。A がユニタリー行列であるというのは、A スターイコール A スター A イコール IN、ただしここで IN というのは N×N 単位行列、このようになるものです。また、CN によって N 次元複素縦ベクトル全体のなす集合を表します。これには各成分の足し算、それからスカラー積によって複素 N 次元線形空間の構造が入ることが知られています。CN の点 XY に対して X と Y の鍵括弧でこのような標準的な内積を表します。また X の二本棒で X と X の内積のルート、すなわちこれは書き下すとこのようなものになりますが、これをこの内積から定まるノルムとします。もう一つ線形代数で重要な概念である固有値を復習しておきたいと思います。C の元ラムダが A の固有値であるというのは、ある CN に属する元 V というのがあって、それは0ベクトルでなくて AV イコールラムダ V を満たすものです。で、この V をラムダに関する A の固有ベクトルというふうに呼んでいます。正規行列の対角化定理は次のようなものです。A を n×n 行列とします。この時、次の1という主張と2という主張が同値になります。1番目の主張は次のようなものです。ある n×n ユニタリー行列が存在して、 U スター AU というのがこのような対角行列になるということです。ただしここで、このラムダ1からラムダ N は A の重複度も込めた固有値です。で、このような操作をユニタリー行列による対角化と言います。で、2番目の主張は A が正規行列であるということです。つまりユニタリー行列により対角化できるための必要かつ十分条件は正規行列であるということです。例えばエルミート行列は正規行列ですから、エルミート行列はユニタリー行列によって対角化することができます。さて、そうしますと、ここでは n×n 行列
をやっていたわけですけども、一般の M×N 行列の場合はどうか、それから正規行列でない場合はどうか、その時により一般的な、ある一般的な意味での対角化はできないだろうかと、そういうような問題が起こるわけです。それに対する一つの回答が特一標準化と特一分解になります。さて、本論に入りたいと思います。まず、特一の定義をします。特一の定義には、いくつかの線形代数で知られた事実を使いますので、その事実をここで簡単に紹介しておきたいと思います。A というのを M×N 行列とします。この時、A スター、つまり A と A の共約行列の行列の積です。A スター、それから A スター A、これはどちらもエルミート行列になっていて、固有値は比負です。それから R を A のランクとします。そうしますと、A スター A の0でない固有値は重複度も入れて R 個存在します。また、AA スターの0でない固有値、これは A スター A の0でない固有値と重複度も込めて一致することが示されます。で、こういったことの証明は、ここに挙げた参考書、線形代数基礎と応用に書かれていますので、証明をご覧になりたい方は、この本をご覧いただくと良いと思います。さて、AA スターの0でない固有値、これを R 個あるわけですが、それをラムダ K で、K は1から R というふうに置きます。そして、シグマ K をラムダ K のルートとします。そして、 L をですね、M と N のミニマムとします。つまり、 A の行の数と列の数のミニマムとします。で、もしもこの A のランク R が L より小さい場合は、便宜上、シグマ R プラス1からシグマ L を0と置きます。そして、このシグマ1からシグマ L を A の特一と呼びます。これが特一の定義です。以下、特一は番号をこのように、一番大きい特一をシグマ1、それから減少していって、一番小さな特一をシグマ L というふうに番号を付けることにします。ただし、同じ値の特一は、適当にまた番号付けをすることにしておきます。特一標準化定理というのは次のようなものです。A を M×N 行列とします。まず、最初の主張は次のようなものです。M を N 以上とします。そして、シグマ1からシグマ N の A の特一とします。先ほど L という数を定めましたが、この場合は L イコール N になっています。この時、M×M ユニタリー行列 U と N×N ユニタリー行列 V が存在して、 U スター AV というのが、このようなある種の対角行列になっています。ここで次のことに注意しておきたいと思います。A スターというのは M×M 行列です。それから A は M×N 行列。それから V は N×N 行列です。したがって、この A スター AV というのは M×N 行列になっています。一方、右辺の方ですけれども、まず N 列あるわけです。それから、ここは N 行あって、残りの M-N 行があって、残りの M-N 行のところは全部0になっていると。これが特一標準化と呼ばれているものです。2番目の主張は次のようなものです。今度は N が M 以上とします。そして、シグマ1からシグマ M を A の特一とします。先ほどの L というのは、この場合は M になっています。この時、ある M×M ユニタリー行列 U と N×N ユニタリー行列 V が存在して、 U スター AV というのが、今度はこのようなある種の対角行列になっています。
先ほどの注意と同じように、ここは M かける N 行列になっています。そしてこれが M 列で、ここが N マイナス M 列、そして行は全部で M 個あるわけです。このような構造のある種の対角行列になっているわけです。特一標準化定理の証明をします。ここで紹介する証明というのは、実は特一標準化の一つの計算方法も与えています。まず括弧1を示します。 A スター A というのはエルミート行列で、固有値は比符であるということはすでに述べた通りです。エルミート行列はユニタリー行列によって対角化可能なので、何かある V という N×N ユニタリー行列があって、 A スター A というのはこの V によってこのように対角化することができます。ここでシグマ J の事乗というのはラムダ J で、これは A スター A の固有値でした。ここでこの V というのを N 個の縦ベクトル V1VN によって表します。そうしますと、 V はユニタリー行列ですから、 V1 から Vn というのは Cn の正規直行規定になっています。さて、 A のランクが R でしたが、 A スター A のランクも A のランクと同じで R であるということがすぐにわかります。で、ランクが R ですから、シグマ1からシグマ R というのは正の数になります。そこで uj というのをシグマ j 分の 1avj というふうに置きます。そうしますと、この u1 から ur というのは cm の正規直行形になっています。このことは後ですぐに示します。ここではこの u1ur が cm の正規直行形であるということを認めて議論を先に進めたいと思います。まず A のランク R が M より本当に小さい場合を考えます。この場合は U1 から UR では CM の正規直行規定になりませんが、適当に UR プラス1から UM という CM の元を付け加えまして、 A1 から AM が CM の正規直行規定になるように取ることができます。そこでこのような UR プラス 1UM を取って一つ固定しておきます。そして U というのを U1UM というベクトル、列ベクトルからなる M×M 行列を考えます。これは正規直行規定ということから M×M ユニタリー行列になっていることがわかります。実はこの U スター AV を考えると、これがいわゆる特一分解を与えているということがわかります。これをこれから示していきます。 U スター AV というのは V を V1VN という列ベクトルで表している場合ですけど、 U スター A の V1VN というふうに表すことができます。そこでこれは転置をしていますから、このようになります。それからこの部分ですけど、これは AV1 から AVN というふうになります。で、これを計算しますと、このような各成分が AV1U1 の内積とか、あるいは AVNUM の内積とか、こういったここに書いたような配列でその内積が配置されています。ここで i と j が1以上 r 以下の場合、この avj と ui の内積を計算しますと、今 j が1から r の時は uj というのはシグマ j 分の1の avj で定義していました。つまり avj はシグマ juj になっているので、それを代入するとこのようになっています。で、ここで u1 から un というのは正規直行規定になっていたわけですから、これはシグマ j のデルタ ij、 ただしここでデルタ ij はクロネッカーのデルタで、 i と j が等しいときは 1、i と j が等しくないときは0としています。こういうことが成り立ちます。それから i が r プラス1以上 m 以下で、 j が1以上 r の場合ですが、この時は AVJ の UI というこういう内積はシグマ J
UJUI になっているわけですが、ここで i と j は絶対に違う数になりますので、これは0になります。それから今度 j が r プラス1以上 n 以下の場合ですけど、この場合いつでも avj というのは0になっています。というのは vj というのは a スター a のシグマ j 事象に関する固有ベクトルですから、avj の、ノルムの事情というのは avj、これは avj というこの内積によって定義されています。で、これはですね、計算すると、a を強弱行列をとって一つ後ろの方に持っていくと vj、a スター avj になります。そこで固有ベクトルということを使って、 a スター avj がシグマ j 事情 vj ですから、結局シグマ j 事情 vjvj となって、ただしですね、ここでシグマ j というのは j が r プラス1以上で n 以下の場合はこれ0と置いていましたので、これが0になるわけです。さて、ここでですね、このことからこの上の行列のこの対角部分の一部ですけど、これはこのように書くことができます。それからこの事実からここが0になるということが分かります。それから一番最後のこの部分ですが、この部分から残りの部分も0になるということが分かります。これによって特異値標準化定理がこの場合は証明されたことになります。さて、先ほど後で示すと言って、証明を残しておいたものがありますので、それを示しておきたいと思います。それは U1 から UR というのが CM の正規直行形を成しているということです。まず、J が1から R までの間にあるときは、UJ というのはこのように定義されていました。そこでこの UI と UJ の内積を考えると、このことからこういうふうになることがわかります。そしてこれはこのようになるんですが、これは先ほどもちょっと述べましたが、ここの A というのを強弱行列をとって後ろに持っていくわけです。そうするとこのシグマ J の事情、これはラムダ J のことですが、これは A スター A の固有値になっているので、こういうことがわかります。したがってこのことからこういうことが得られるわけです。ここで VI、VJ というのは正規直行規定ですから、このことから I と J が、もし、等しい場合は、これは1になります。それから I と J が異なる場合は、VI、VJ が0ですから、0となります。これによって、U1、UR が CM の正規直行形であることが証明されたことになります。以上で、A のランク R が M より本当に小さく、M が N 以下の場合の証明が完了したことになります。で、今 A のランク R が M に等しく、M が N 以下の場合ですが、これも R が M より本当に小さい場合と同様にして、この場合はこのような特異値標準化ができることが示せます。それから最後に M が N 以上の場合ですけども、これも1番と同様の考え方で証明することができますので、この講義では省略いたします。以上で特異値標準化定理の証明が終わりです。次に特異値分解について述べます。特異値分解は特異値標準化定理から得られるものです。特異値標準化定理の K として次のことが成り立ちます。A を M×N 行列とします。そして L として M と N のミニマムを取ります。で、シグマ1、シグマ L によって A の特異値を表します。この時、ある CM の正規直行規定 U1、UM というのと、それから CN の正規直行規定 V1、VN を取って、A というのがこのように表せるということが分かります。ここでシグマ J、UJ、VJ スターですが、ここで VJ スターというのは VJ という縦ベクトルを転置して横ベクトルにして各成分に複素強弱をかけたものとなります。これを A の特異値分解というふうに呼びます。
証明をします。m が n 以上の場合をまず示します。この場合、特一標準化定理から m×m のユニタリー行列 u と v×v のユニタリー行列 v が存在して、このように a を特一標準化することができます。今 a というのはこのように表せています。というのは u スターというのは u がユニタリー行列ですから、 u スターは単位行列になっています。それから v もユニタリー行列なので、 vv スターは単位行列になっています。で、ここでですね、この u スター av のところにこの特一標準化を代入しますと、このようになります。で、これはベクトルを使って表すわけですけども、このようになって、これを計算すると、この求める特一分解の式が得られることになります。で、 n が m 以上の場合も同様にして証明することができます。これで特一分解の定理の証明が終了です。さて、この講義の最初に述べましたように、特一分解あるいは特一標準化というのは様々な応用を持っています。この講義では特に画像処理への一つの応用例を紹介しておきたいと思います。m×n 画素のグレースケールのデジタル画像というのは、これは m×n 行列とみなすことができます。で、m×n 行列に対して m×n 行列の特一分解ができます。これは言い換えれば m×n 画素のデジタル画像の特一分解というふうになっています。で、このデジタル画像の特一分解を用いると、実は画像のデータ圧縮ができます。それについてこれから詳しく述べていきたいと思います。そのために記号と用語の準備をしておきます。 x という cn の元に対して、 x の cn によってここに書いてあるようなユークリッドノルムと定義します。今までこの CX のノルムの CN の CN という記号は書きませんでしたけども、今後は混乱を避けるために CN と書くことにします。M×N 行列 A に対して、その作用素ノルムというものが定義されます。それは次のようなものです。まず、X を CN に属するベクトルで、X が0ベクトルでないとします。この時、X の CN ノルム、それと AX の方は CM に属するので、こちらの方は CM に関するノルム、これの比を考えてその上限を取ります。これが A の作用素ノルムと呼ばれているものです。次に述べる定理が画像処理、デジタル画像のデータ圧縮に使われるものです。 A を m×n 行列とします。そして R を A のランクとします。A イコールこの σjUjVjスターで J が1から R まで和を取ったものを A の特一分解とします。そして K を1以上 R より小さい自然数とします。この K に対して AK というのをこのように定義します。AK と A の違いですが、A は J が1から R まで和を取っているのに対して AK というのはJ が1から K までの和を取っております。で、この時、この AK のランクは K になっていて、さらに A-AK の作用素ノルム、つまり A と AK の誤差を作用素ノルムで測ったものが、このようなものになっています。これについては少し後で説明しますが、これがさらに σK プラス1、つまり A の K プラス1番目の特一になっております。この部分ですが、 B を m×n 行列でランクが k 以下のものとします。そしてその A と B の作用素ノルムによる誤差を考えます。そうすると B の取り方によって A と B の作用素ノルムの誤差がですね、大きくなったり小さくなったりするわけですけれども、その中で特に最小の誤差を与えるような BAK というのはそのような最小の誤差を与える行列になっているということをこの式は意味しています。すなわち AK というのは A の
ランク系以下の行列による裁量禁止になっているわけです。で、これを具体的な画像に適用して計算してみたいと思います。で、A というのをこのようなデジタル画像とします。これはヨーロッパに行った時に撮影した画像です。この画像は今 500×500 画素のデジタル画像になっています。で、ランクは500です。で、今、特異値分解を使って AK というのを作るわけですけど、AK のランクは K になっています。で、まず A1、つまりランク1で、裁量禁止になるものというのはこういう画像になっています。で、ランク10になると、少し何だかが分かるような画像になっています。で、ランク20にするとさらに、はっきりして、ランク50くらいで、だいたい少し誤差があり、目に見えて分かりますけれども、原画像 A に近いものが出てくると。で、ただし A のランクは500であるのに対して A50 のランクは、ランクが50であるという、かなり、ランクの意味でデータ圧縮ができているというふうに言えます。それではこの講義、特異値分解入門、基礎から画像処理への応用までを修了したいと思います。この講義で省略した特異値分解の画像処理への応用に関する定理の証明、あるいはその他の特異値分解の応用については、次の参考書を参照していただければと思います。